はい、今日のサブチャンネルはですね、チャチャさんが毛玉を一回も吐いたことないんですよね。で、これに関して僕があまりこう気を使ってあげれなかったってのが悪いんですけど、完全に長毛種じゃないですか、ノルウェージャンのもう剛毛種ですよ。はい、ということでもうすごいふわふわなんですけどね、皆さんからもふりたいもふりたいってこう言っていただいて、幸せもんですよ、チャチャさんは。で、これをさ、毛づくろいしてペロペロ舐めてるじゃないですか。いや、毛玉食ってるに決まってるじゃないですか。ということで、ちょっと最近なんかケホケホしてて、なんか人間の咳みたいじゃないんですよね。猫の咳ってのは、ゲホゲホみたいな、なんかちょっと毛玉を吐き出そうとするかのようなね、聞いたこともないようなあれなんですけど、ペットショップにも行ってね、こう相談して、はい、こちら、猫草をね、買ってきました。これ猫草どういうものかって言いますと、知ってますでしょうか。これを食べて、食べるかな、猫が食べて、なんか吐き出すってものなんですけど、一つ間違えるとね、これ胃をちょっと悪くすると、強制的に吐き出そうとするものなんで、だから本当に毛玉吐き出さずに、ね、体調で崩しちゃうってこともあるみたいで、ちょっとね、猫草に関しては、今日育ててる人もいて、育てた方がいいですよとかね、視聴者さんからリップいただいたりもするんですけど、ちょっとまだわかりません。だからその猫ちゃんによるんでね。ちゃちゃん、これ食べていいよ。ちゃち、これ食べていいよ、これ。はい、ということで、まあ、ちゃちゃんもね、これ初めてですから、まあ、室内外ですからね、猫じゃらしとか見たことありません。これ食べてくれるといいんですけどね、食べるかな。で、そう、吐き出したさそうにしてたんですけど、ちゃちゃん今、1歳と、まあ、3ヶ月ぐらいでしょ。ちょっと一回も、毛玉吐き出したことないんですよ。これってどうなんですか？ちょっと猫飼ってる方教えてください。長毛種ね、飼ってる方。毛玉吐き出したことあるっていう方ね、教えてください。あ、食べてんじゃねこれ、ちゃちゃ。食べていいよ、チャチ。これ食べていいよ、これ。串で手するってのもあるんですけど、そのケアの仕方っていうのは、まあ、フードとかになってきますよね。毛玉ケアのフード、キャットフードあると思うんですけど、まあペットショップ行ったら案の定ロイヤルカナをね勧められました。マロンさんはねまだいいかなって感じなんですけどね。まあそんな長毛じゃないよね君はね。マロン君、マロン君、君はまだ大丈夫だ。まだねそんな取れないから。問題なのはこちらのねチャチャさんですね。長毛だからね食べちゃうよね。マロンも別に食べていいよ。そう、ペットショップの方が多頭飼いしてて一匹は食べるけど一匹は食べないって言ってました。まあでも食べても吐き出さなかったって言ってましたね、ペットショップの方は。なんで本当わかりません。別に食べて吐き出してくれれば育てるし、なんか猫草ってねそんな高価なものでもないんで、育ててればいいやつなんで、まあ食べるなら育てるんですけど、食べないならまああってもしょうがないよなって感じで、まあいろいろな記事とか見てね、実際猫草意味ないよとか書いてる人もいるし、空腹を紛らすために食べる猫ちゃんとかもいるみたいで。あ、マロンさんこれ、マロンさんこれ食べ、舐めてるだけか、舐めてるだけか、食べそうだな。マロン、肥料だってそれ、肥料肥料、中のは回るね、回るね。マロンさん、中はダメよ。中のは食べれへんの。引っ張ってったの？何引っ張ってったの、あんた。こぼれたまったよ。マロンさん、こぼれたまった。マロン、マロン、これ食べれへんねって読み。あかあかあか、マロン。ちょちょ、そう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 。やっぱ何、猫が好きな成分入ってんのかな、これ。そう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 、うん、よし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 、うん、食べたね。はい、ということでマロンさんは食べました。問題のチャチャさんは食べませんでした。